わー、釣りました。一番予想もしれなかった敵は、はい、身内だった。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!おはようございます。おはようございます。今日は反社を超えたテロリストの格好をしてマレーシアのベントンに来ましてですね、主を釣ろうと。ここはどういった魚が釣れるんですか？ここはジャイアントトーマン、まあ、スネークヘッドって言われるやつだね。ジャイアントスネークヘッド。最大どのぐらいの重さなんですか？最大で一番大きいやつは十何キロ。おうおうおう。まあ、軽くても4、5キロ。で、あとはアルマン。アルマン。スモールトーマンって言われてるやつ。あとは、セバラン。コイに似た形をしてるけど、肉食の。サイズ的にはブラックバスと同じぐらいかな。今と思います。あの、トーマンはあれですよね。ブクブクってなんか稚魚がいっぱいあるし、特に親がいるからそこを目がけて投げて釣るっていう。まさにテロリスト。なるほど。我々の格好も負けないぐらいテロリストですけど、じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。この船に乗っていきます。これは有名なガイド、有名な釣りのガイドさんです。ここで一番の。あ、そうなんですか？全然予約は取れない。あ、そうなんだ。 OK、ザリンクラ。マレーシアの釣りはこの冒険感がたまんないですよね。まあ、日本では絶対にない。そうですよね。このジャングル感、ジュラシックパークに出てきそうですもん。第一釣りスポットに到着しました。トップウォーター、めちゃめちゃいっぱいあります。見てこれ。すごい数ですね。ダクトコレクション。全部なんか同じのいっぱいダブってる気がするんですけど。全然違うよ。あ、違うんですか？うん、一個一個全部種類を分けてるから。あ、いや、こういう中の同じのが何個もある。当たり前じゃん。一本ずつなんて持ってこないよ。ありとか思いもすごいな。お店見てこれ。やばくない？やばいですね。準備万全です。重りは、はい、軽い重りで。あ、重りつけるんですね。いや、重りがついてる。これジグヘッドって言うんだけど、こういう重りを使うんだけど、これは軽いから、はい、これはね、ちょっとベイトでは少し投げづらいんだよね。で、こういうのを使って、これをソフトベイト、はい、こういうのをこうやって刺して、はい、使うんだよね。なるほど。What color is the best? White or silver? Okay, white or silver? Okay. じゃあとりあえず、はい、白とシルバーがいいって言ってるから、はい、傭兵は黒を使って。どうしてですか？どうしてですか？あれ、俺これ使うんじゃないですか？いや、それは、はい、ベイトにつけて、はい、ベイトにつけるですね。まあでも、どっちでもいいよ。じゃあとりあえずこれ試してみますね。うん、スピニングにつけてもいいし、スピニングにつけてもいいし、うん、スピニング、なんとガクトさんがいきなり一投目で、早っ。うお、なんかナマズみたいな。これなんすか？Is it halwan? It's トマン。トマン。トマンだ。おお、一投目ですよ。一投目。やば。うわー、マジか。すげえ。いや早すぎるでしょ。早すぎるでしょ。俺があの島釣ってる間に一投目で俺は島を釣って。お、ナイス。もうすげえ。シルバーカラー。うわー、やー。オッケー。ジェイユートテイ。いやいや、でボトルパスアテン。これ俺が釣ったことにできないかな。ナイス。うわー、タイマニー、努力。
お前と違ってさ。いや、おかしいな。流れをつかみ損ねたな。ラクトさんの一投目に見事釣ってからなかなかかかりません。ラクトさんにはかかってるみたいなんですけど、僕には一回もかかりません。そして僕のは今バッククラッシュ中。ひでえ糸になっちゃってんな。でも嫁さ、はい、別のリールあるじゃん。はい、そっちでやってるんだよ。どうした。じゃあそろそろ忖度をやめて切っちゃおうかな。切っちゃいますよ。あれ、ガクさん、ルアーなくしちゃったんすか。釣りってさ、基本的にいろんな敵っているじゃん。はいはいはい。天候とか、はい、雨とか、まあ、あと温度とか、木とかさ、はい、あるじゃん、はい、まさかさ、はい、僕の隣に釣ってるやつが敵になるとは思ってなくて。 あれですね、ブロックってやつですね。まさか自分のね、信頼しているやつが、はい、お前も敵か。アクシデントなのか、アクシデントなのか、インシデントなのか。真相は闇の中。いやー、まだ一匹も釣れない。困ったな。流れに乗り損ねた。頑張ってするか。主を求めて違うスポットへ。アマゾンかな。もうどうですか。いやー、今日はね、多くの敵に阻まれてるけれども。ですか。一番予想もしえなかった敵は、はい、身内だった。まあ油断はしちゃダメってことですね。本当敵ってね。お前のすぐそばにいるぞ。そんなもんだよ。そうですね。経路から1時間でこれがあるって、いや、いいですよね。本当にすごい。やばいもん。ほんと1時間ですもんね、ジャングルなんてさ。ちょうど12時になったんですけど、昼ぐらいから一旦釣れなくなるんですか。今日は朝が曇ってて、ね、温度が落ちてたから、もしかしたらもうちょっとずれるかもしれないね。なるほど。まあ普通はね、12時から3時ぐらいまでは釣りづらくなるけど、まあそれは世の中の平民にとっての時間軸であって、はい、僕レベルになるとだいぶ違うかな。なるほど。まあ、ガクトレベルだと 24/7 ですか。なるほど。フルタイムフィッシングだから。フルタイムフィッシングですね。まあ傭兵はちょっと休んでて。いやー、ここ上級者向けじゃないのかな。僕がまだ釣れてないってことは、上級者にはあんま合わない本当なのかな。病院行った方がいいね。ベイビートーマン、まずそれを見つけないといけないってことですよね。トーマンの釣りって特殊で、2つやり方があるんだけど、ブラインドキャスティングって言って自分でポイントを探して狙う釣り方と、ベイビートーマンって言って子供たちが水面に上がってくるのを見つけてそこにめがけて投げるっていう。なるほど、うん、でここはそのベイビートーマンたちがいるスポットらしいんだよ。目視で見つけるしかないってことですよね。そう、ブクブクで泡が立ってきたらそれがベイビートーマンだから。なるほど。いるね。います？うん。
ギュアをもう一つ用意しておいて、今日は東満屋に3本持ってきた。サホがこのボートに全部で9本積んであるんですか。そのうちの2本はすでにもう傭兵が使えなくした、はい、仕事が早いやるよね。さすが傭兵、はい、そういうとこありますよね。そういうとこあるよね。ありますね、うん、この場所、はい、はい、昼休憩の結果発表です。午前の部はですね、一匹対一匹で同点。いやいや、釣ってないでしょ、あなた。いや、あのですね、岩木さん、まあ、一頭目で一匹釣ったじゃないですか。僕も、あの、途中で釣り上げたんですよ。いや、釣り上げたんじゃなくて、はい、魚の目だけ引っ掛けて、はい、魚の目だけ。あ、でも、ちゃんと目が、こう、しっかり釣り上がったんで。じゃあ、それ一匹じゃないんだよ。一個だね。そうですね。じゃあ、一個ずつっていうんですか。いや、一個。はい、1匹。ああ、単位が微妙に違いますけどね。そうですね、まあ、1個対1匹っていうところで、まあ、ざっくり見て引き分けっていうことで、決着は午後の部で決まります。魚1匹対目玉1個の、ね、引き分けっていう、そんな。あの目玉取っとくべきだったな。そうですね、ほんとグロかった。、ね、なので午後また大きいの釣ろうと思います。午後の狙いをお願いします。これからは小物はいりません。ジャイアントトーマン狙いに行きますか。このどこかにジャイアントトーマンがいるはずです。いや、勝ちたい。ついにマレーシアの主を釣りました。うわ、おおむね20キロぐらいかな。やったじゃん。トーマン。それは普通のトーマンね。でも不思議なのは、あの、引いてる僕よりもガクさんの方が先に気づくってどういうことなんですかね。わー、やっと行ったね。やっと行きました。やっと行ったよね。おめでとう。ありがとうございます。マレーシアのダムでトーマン釣ってみた企画、いかがでしたでしょうか。今日の対決は、はい、1対1の引き分け。僕、あの、目ん玉も釣ってるんで、目ん玉分金銭で僕が勝ちじゃないですかね。じゃあ、傭兵の勝ち。ありがとうございます。ありがとうございます。心がこもってないですね。まあでもね、1匹ずつ釣れてよかったですよね。本当だね。というか、もっと釣れると思ったけどな。なんかね、なんか悔しいね。1投目で釣れた時に、今日は来たなって思いましたよね。なんか爆鳥の日が。もう今日は、やばいぞ。今日は、降りてきた。降りてきたって思いましたね。降りてきて。鬼がかってるって思いましたね。残念です。まあでもね、トーマンを無事釣れたということで、企画としては大成功。はい。はい、目ん玉1個分僕が勝ったということで、ありがとうございます。まあね、あとほら、人生のほとんど僕が勝ってるから、たまにはね。たまには目ん玉分ぐらいで出してもらって、はい、ありがとうございます。ちなみに、あの、明日、明後日か、あの、黄金肉和型を取ってみよう企画ってもあるんですけど、よかったら、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。わかりました。じゃあ、あの、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまた。年明け逮捕か。前代未聞の問題作。ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部。真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、
お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト。彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した。これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる。ガクト敗戦記、2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.